はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。シリーズ11周年イベントね始まりまして、ウィスパーがね挨拶してるんですけど、エンマの屋敷か妖魔界っていうよりエンマの屋敷なんだな。はい、じゃあ今回ね期間限定イベントということで、7月のね神木のねいろんなちょっと会話集とか、あとはねちょっと今回メントスコーラ、ニャントスコーラがね始まってるので、ちょっとそれもね見ていきましょうか。なんかね、まあ実は軽く1回だけやってみたんですけど、なんか一応今までのニャントスコーラよりはやりやすくなってますね。はい、なのでまずは一安心なんですけど、ただちょっとウームって感じはありますけどね。これ15日間やるのって感じがしますね。はい、じゃあちょっとダークニャ祝いねやっていきましょう。ダークニャンもうニャントスコーラだけなんだよね。すごいよね、よくやるよねって感じで、一応ねダークニャンなんで極土の子いるセットでやっていきましょう。であとなんかぬらり祭りが特攻みたいなんで、一応ぬらり祭りも入れてやっていきましょうか。ぬらり祭りもっと育てとけばよかったな。三赤持ってるよ。あの時ぬらり祭り出まくったんだよね。一応説明、巨大ヨカコーラ、そうだね、ニャントスに入れるとって感じだね。はい、ロボニャンのニャントスコーラを入れていきましょうってやつね。落とす。パワーがキットポイント攻撃技レベルスキルレベルで上がってくるね。まあロボニャンが豪傑だからって薄ろかがいいとは限らない。どうなんだろうな。さあやっていきましょう。残り時間ない。あ、チュートリアルでも外すことがあるんだ。昔はこれを聞けばパーフェクトだったのにな。少しずつ速くなったりなんかするんで、でも前はもっとね難しかったんだよね。あと緩急つけてくんだよね。なので、あーもう時間がない。あ、これでタイムアップになっちゃったという感じで、ダメージどんぐらい入るんだろうな。最後おまけが入ってゴルニャン今回ないんだね。2700か。2700入るんだったらまあまあだな。6倍で1万入るからいいんじゃないですかね。どうなんでしょう。ワイポイントどんぐらいもらえる。これがあとヒットポイントどんぐらいだろうな。あんまりもらえねえな。ちょっとこの辺はやっぱ厳しいとこだっすね。はい、じゃあちょっとやっていきましょう。一応マップのねコメントとか、あとはボス戦の会話とかね、はい、あとレア妖怪もね、はい、確認していければと思います。なるほど、半分以上ダメージを与えるとご褒美、あ、そっか、お助けもねあるんですね。なるほどね。ウォッチないのか。でドンドロで、この辺はいつも通りだな。なるほどね。はい、じゃあやっていきましょう。サニーレタスさん、レア妖怪。はい、ステージ9なんですけど、今回のね、レア妖怪は覚醒ヒノシンですね。SS で私この時代ぐらいにちょうどプニプニ始めて、昔クリアできなかったんだよね。だからすごい嬉しいですね、なんかヒノシンで言うと。ヒノシンがなんか2体並ぶステージクリアできなかった記憶あるな。あれなんだっけな、ヒノシンと覚醒ヒノシンが並んでるモップだったかな。はい、こちら。はい、ちょっと落ちなかったですけどね。レア妖怪は覚醒ヒノシンで、まあ、ちょっとね、随時マップね、今回ステージ9だったですけど、見つかったらね、またコメント欄じゃん、コメント欄、概要欄か、概要欄のところに追記していくので、はい。レア妖怪ね、場所、他にもあったらね、教えてください。ステージ、とりあえず9でね、出ました。いいね、レア妖怪覚醒ヒノシン。はい、ラストボーナスね。まあ、ちょっと、ゴルニャン来る時もありましたね。で、先住になってると思うんですけど、これね、
以前のねフェス妖怪とか祝い妖怪とか祭り妖怪とかね、その辺が全部特攻になってるので、彼ら使うとこんぐらいいくかね。まあミッションとかもあるんですけど、うん、すごいね。で元気ドリンクまだ落ちてないけど、まあそんな感じですね。でお助けしたらまずはワイポイントを鍛えて、これはどっちかというとプニットショット系ですね。スピードがないから、うん、ワイポイントね増やしてダメージとかね、最初はこれを解放していきましょう。で一応さっきも言ったけど、今回特攻が小特攻がね、以前のねフェス妖怪とか、うん、お祭り妖怪ね、ヌラリ強くしとけばよかったかな。1体ぐらいマックスの妖怪がいてもいいんだけど、うん、なんかだから追加っつうか、なんざ復刻はこいつら祭りフェス妖怪たちですかね。で一応特攻的にも、うん、これだね、よいしょ、この辺ねいっぱいいるんで、彼らを使いながらやるのがいいんじゃないかな。はい、ドンドロの方はこっちなんだね。はい、そんな感じです。じゃあちょっとボス戦行きましょう。よいしょ、これが大釜か。まだ機嫌はいいな。前なんだっけ、ブリーフとなんかあったよね、ブリーフとなんだっけ、トランクスあってやってたりしたよね。ちょっとこれでいいか、こっちか、もういいや。でもやっぱこの BGM 好きだな、妖怪ウォッチフォーエバーフレンズですね。なんかあの時の光景が目に浮かぶというか。よいしょ、彼らがどんどん変身していくかな、マップごとに。はい、フィニッシュ。まあ土雲とね大釜は、まあ特に大釜がな、ウキウキペディアで初めてゲットした S ランク妖怪だから結構思い出がありますね。大釜めちゃめちゃ使ったな。はい、ということでね、元祖と本家軍で妖怪ウォッチ2の世界になるかな。はい、よいしょ。ということで平原の方に来ちゃいましたね。お、フィニャンだ、ドンドロの釜。さあやっていきましょう。このマップもねボスがいて、ボスが2体いますね。はい、じゃあやっていきます。気楽に言うな。お、パイセン。はい、そしたらボス戦いきましょう。極悪妖怪がいますね。お、ドリーマちゃんだ今回。オロチ入れんのめんどくさいんでちょっとやっちゃいます。さあ行きましょう。オロチ隠しステージオロチいんのかな。次の隠しステージオロチかな。ってことはキュービーもいそうですね。はい、ということで突破していきました。やっぱでもあれだな、エンマの屋敷の BGM の方がいいな。ひこだまゲット。前回もねこれドリームマッチあったんだよね。はい、じゃあどんどん行きましょう。ドリームマッチここだね。ああ、こんなにあるんだ、へえ。はい、そしたらボス戦行きましょう。これはもちろんオロチですね。まあキュービー入れてもいいんだけど、まあいっか、後でやっときます。さあ行きましょう。今回ねドリームマッチあるんでいいですね。さあオロチ、でもあっという間に、さよなら。
さあここでオロチとキュービが出てたんで、最終マップなんだろうな。最終マッチはあオービか。はい、ということで退きました。次のマップいきましょう。おお、なるほどね、本陣ですね。なるほどね。さあじゃあこのマップやっていきましょう。あ、いきなりボス戦か。あ、これで最終マップなの。さあここで土蜘蛛ですね。お祓いだも、あ、ちょっといつもと違いますね。行きましょう。次が大釜か。あ、違った。お邪魔玉出てくる。あ、前のボスみたいな感じか。今でも強いからな、あんまり関係なくなっちゃったね。通常マップの方のね、はい、感じが出てましたね。ということで気軽に突破、これはやっときましょう。こっから裏マップなんだ。やっと戦い止めてくれた。あ、やばい、地獄土蜘蛛、地獄オオカモ。さあステージ29億、裏ルート開放。これで裏ルートなんだ。ちょっと待ってね、因縁の戦いで、今度はこっちか。裏ルートはあのいつもの封印マップだよね、パワーアップ光線ね。なるほど。あ、これでこっちもみんな岩尾妖怪もいいんですね。はい、じゃあ一応このマップやっていきましょう。隠しステージもありますね。こっちからも裏マップあんのか。あ、こっちの裏マップ先に見ましょうか。よいしょ。あ、これはこれで、あ、元祖軍の本陣か。じゃあこれはこれでまたちょっと後でベッドやっときましょう。一応ね、特攻なし攻略、また後で。おお、地獄オロチ非反撃無効、フィーバー時間短く、これ爆裂かな。キュービ反撃、お邪魔玉、フィーバーゲージ。あ、これを攻撃力アップ使えるか。土蜘蛛反撃無効、技ゲージ吸収、フィーバーゲージ吸収。あ、フィーバー時間短い、ひどい話だな。これ爆裂いけねえか。さあこれドンドロ、なるほど、ドンドロ、なるほどね。3つのお札を攻撃してって、これはいつものやつですね。シャッフル、これはどうなんですかね。まあちょっとこれも楽しみにやりましょうか。はい、じゃあちょっとこのマップやっていきます。すごいね。はい、そしたら最後ね、ボス戦いきましょう。ただなんか47がいつも最後だから、なんだろうね、もう一個ある気がするんだけど。地獄キュービー、そうだよね、オービーがいないもんね。よいしょ。はい、という感じでサクッとねキュービーを倒して、さあ裏マップ、これ決まりということで、パワーアップ光線ケータがやんのかい。なんかでも見たことあったっけな、パワーアップ光線って。さあ裏ルート開封です。今回47がないのか。はい、ということでね、ここは本家軍の領域、本陣です。
ということで、地獄を釜、あら、今回ステージ47ないのかな。一応今回封印ボスが、これ最後軽く見て終わりしましょう。あ、種族制限ありますね。で、一応メントスコーラはダークにあるんで、ドンドロ10回か。まあいつものパターンですね。はい、まあ最近は結構倒しやすくしてくれてるけどね。そば好き2500万か。どうなんだろうね。よいしょ、1万6000返ってきました。まあこの辺も追加妖怪ねあると思うので、追加も含めて頑張っていきましょう。オービーは違うんだ。へえ、追加はオロチだと思うんだけどな。はい、じゃあこんな感じで頑張っていきましょう。それではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。大釜が大釜だったんだなこれ。